こんにちは、皆さんのおかげで、この本は現在、かなり売れているようであります。そして、反響もそれなりに感じております。いろいろなところからもっと話を聞かせてほしいということで、講演などの声もたくさんかかっております。私は特に中国そのものを敵視して書いているものではありません。ある意味で中国がやっていることは国家として、もしかしたら当たり前のことかもしれません。でむしろ私は日本の皆さんに、こういう危機、ということを認識して、そして、自分たちの国を大切にし、自分たちの国を守ってほしいという意味で、これを書きました。ですので皆さんも一人でも多くの人に、この本について、さらに、教えて、いただければと思います。世の中の評論家とかそういう方々の中には、自分の予測が当たったということで、喜んで、あるいは自慢しておられる方もおりますけれども、私の場合にはですね、当たらないことをむしろ願っております。そして、その当たらない、こういうことにならないためにも、ぜひこの本を読んでいただき、そして、日本を魔の手から守ってもらいたいというふうに思っております。まあ世の中の予測で当たっていいのは天気予報と馬券ぐらいではないかと思います。政治のこと、経済のことはですね、特に、悪くなることに関しては当たらないことを大いに、祈るべきだと思いますけれども、しかし、備えあれば憂いなしですから、今の中国の、あるいは中華人民、今中国中華人民共和国の様子を見ていると、もしかしたらですね、私のこの叫びにもかかわらず、そういうことが現実となる可能性もむしろ高くなっているのではないかというふうに思っております。現在の中国の軍事的、政治的、そして経済的な、発言もますます強くなっているし、そしてその態度もますます傲慢になっていると思います。その中国の場合には共産党一党独裁の政権であるがために、非常に統一性が取りやすく、また方向づけもしやすく、そして目標に向かって一貫して、その行動できるという面でも、民主主義の場合と違って、一貫性があるように思います。我々、民主主義社会においては幸いにしていろんなこの自由がありますけれども、その自由がある分だけ、人間の数の分違い考え方が出てくるものですから、なかなか簡単に前へ進むことが難しいです。だが少なくてもですね、中国が日本同様にその平和を愛し、そしてこっちが善意を示せば向こうも善意を示してくれるというような勘違いだけはしないようにしてほしいと思っております。そのためにもですね、私は現在も
自分の同胞たちが多民族の支配を受け、そしてそれで苦しんでいる様子を見てると、二度とですね、同じようなことを日本でも起こってほしくないということを強く思っておりますし、そうならないことを念じて、おりますので、どうか皆さんもそういう覚悟をする意味でもですね、中国の正体ということをきちんと把握してもらいたいと思います。以上です。はい。